市民の皆様、日立市長の小川春樹でございます。5月22日、茨城県の大井川知事は、新型コロナウイルス感染症を予防するための外出の自粛や休業などの要請について、5月25日からステージ2へと緩和することを発表いたしました。茨城県から外出の自粛などが要請された4月17日以降、市民の皆様には今日に至るまで 外出の自粛をはじめ積極的な感染症対策に努めていただき心から感謝を申し上げます日立といたしましては国や県の判断も踏まえ休館中の市の施設を順次感染症対策を講じた上で再開をしてまいりますまた幼稚園や小中学校特別支援学校につきましても県のステージに応じた段階的な措置を講じながら 再開に向けた取り組みを進めてまいりますしかし新型コロナウイルス感染症との戦いはこれで終わりを迎えたわけではありません感染拡大の第二の波として感染者が再び大きく増えることも十分懸念されますこうした事態を防ぎかけがえのない命と健康を守るためにも市民の皆様には引き続きこまめな手洗いや健康管理の実施 そして、都市部等への移動の自粛や、国が示した三つの密を避けるなどの新しい生活様式を徹底し、感染症対策に努めていただきますようお願いを申し上げます。長引く新型コロナウイルス感染症対策により、市民生活や地域経済にも様々な影響が生じる中、日立市では、国や県の支援策の速やかな実施に努めるとともに、 独自の支援策にも取り組んでいるところであります市の支援制度について詳しくは市のホームページなどに掲載しておりますのでぜひご覧ください新型コロナウイルス感染症との戦いはこれからも続いてまいりますが皆様と心一つにこの困難を何としても乗り越えみんなが笑顔で安心して暮らすことのできる 新しい毎日を日立市において共に築いてまいりたいと考えております皆様には引き続きましてのご理解とご協力を心からお願いを申し上げます